え何が来るんだろうこれ手で探る行こう手のひらを合わせようとするか触れるものは何もなかったはいどうもこんにちはこんばんはライですというわけで今回こちらのタイトルなしこちらのゲームやっていきたいと思いますこちらねノベルゲームコレクションの方で見つけたゲームなんですけどなんかどんなゲームなのっていうまあ最初にそこがめちゃくちゃ気になってでねマジであの ノベルゲームコレクションの方見に行くとわかるんですけど全部真っ暗なんだよねサムネイルから何から悩む全部真っ暗でちょっとどんなゲームなのか気になったね。で早速やっていきたいと思いますそれでは早速目を開ける目を開けたのでも真っ暗のままだけどあれいつの間にか眠ってしまったようだ目を開けたはずがあまりに真っ暗で私は 思わず瞬きを繰り返してしてまったあ、真っ暗すぎて瞬きを繰り返したってことね。辺りは全てが消えてしまったような暗闇と静寂。それは時に恐怖を感じるものであろうが、二度寝を決めている私にとっては、ただただ心地いい。おかげですぐに再来した睡魔に私は喜んで意識を託そうとしたが、携帯電話のアラームが待ったをかけた。とは言っても、それが鳴ったわけではなく、 セットしたた記憶はなかったのだもしこのまま眠ってしまったなら寝坊する可能性が高い大学生とかなんかその辺でありそうだよね <laughs> こういう話ね <laughs> せっかくの児童設定も生活が不規則な私には無用の長物毎度のことながら面倒でたまらない寝坊の恐怖と眠気の激しいつばずり合いが続く <laughs> これがおっと寝る起きるうわこういう2択になってくるのね どううしよう二度寝って気持ちいいからね。寝よう。眠ろう。さあ、どうだ眠すぎる。寝坊や遅刻なんて、どうでもいいから。今、はとにかく寝たい。私は責任を捨て去り、闇に溶けていった。責任を捨て去り。おお、えー、何だえ、何何これえー、でも目を開ける箱、箱を開けるってまずなんだ箱気になる。 箱の方開けてみたい箱行こう責任ゴミ箱には空きがあります目を開けて回収してください目を開けて回収目を開ければいいのんなんだあれこれ最初のやつになったなあれあれえ,えあれ同じだなさっき7分の1って書いてあったからあと7回繰り返すのかなもしかしてんどうなんだちょっと待ってもう一回つばぜり上がり続これはそうだよね この後に、あ、次はもう起きるっていう選択肢がないんだ起きましょう体を起こし周囲に目をやるが携帯電話光を発していない目視での発見は難しいようだ一体どこに置いたのか寝る前の記憶がまるでないあめっちゃ酒でも飲んだんかなどうしたんだろうねあたりを探るこれだけなんだ選択肢これ行こうか周囲に手を伸ばすが何にも触れなかった 電気をつけて探すしかないようだここがベッドならスイッチはあの辺りか移動する辺りを下げるうーんまあ一旦ね移動してあのあたりって大体目星ついてんだったら行った方がいいよね手を前に出して歩くが触れるものはなかったえ何も存在しないってことマジで寝室にしては広い気がするならばここはリビングだろうか何にせよこのまま進み 壁を伝って探した方が早そうだあーまあちょっと一応、まあ、もうちょい移動する必要があるんだろうね移動しようまだ壁にたどり着かないどんだけ広いんだえリビングにも広すぎないかおかしいこんなに広い場所は自宅に存在しない私は一体どこで眠ってしまったというのかこうなると闇雲に動くのは危険を伴う気もするがじっとしといてもこの闇から抜け出せる気がしない どどううしたものかええー、すんだ、えー、まああたり探るだったら移動しても意味ないんだもんねあたり探ってみようあたりには何もないようだ何もないえー、マジか移動するもう一回もう一回しようか1 0ルほど進んだらだろうか障害物に警戒して歩いたが何かしらの物体が触れることはなかったマジで何もないんだ 10m って結構だよね家の中でしたらえっ、ー もう一回移動しよっか。基準となるものが何もないとまっすぐ歩けているのかもわからないさすがに同じ場所を回っているなんてことはないと思うがこうも広いと自信が持てないまあ確かにそうだよなえー、まだ続くのか移動しよう一体どのくらい歩いたのだろうか思っているよりも時間は経っていないのかもしれないし反対に かなりの時間が経過している気もするまあ暗闇だとね時間間隔とか全部分かんなくなりそうだよね時間も分からずに歩き続けていると不安が増すばかりだせめて歩数を数えて進むことにしようあ確かにね歩数で大体の、ね、場所分かるもんね、まあ、もうちょい移動しようかじゃあいくらなんでも広すぎる途中で曖昧になってしまったが数え出してから500歩歩いているはず少なく見積もっても 一歩は50センチ、つまり2 5 0ル以上も歩いていることになるでかえな何これマジで何もないのどうなってんだプロ野球のグラウンドですら半分ほどしかないのだから屋内とは考えにくいならば外で眠っていたのかでも何の当たんないのかわかんないんだよないやいくら人里を離れた場所であろうともわずかな月明かりや自然の音があるはず何もない空間なんてものが存在するはずがないのだ これではまるで異世界じゃないかえこれまずどうなってんだ落ち着け私は何かを間違えているのではないだろうか得られるのは不確かな情報ばかりで誤認している可能性は大いにあるありえない空間を想像するに至った原因についてもう一度考え直すべきかもしれない最も疑わしいのはえっ、ー、これどれだいでも移動距離は割と事実な気がするんだよな 暗いこともさもしかして自分がまだ目をつぶってしまっているとかいやでも何もないこと自体がおかしいよなこれじゃない真ん中じゃないかな何もないことだつまずく小石すら存在せず地面には上りや下りといった変化も感じないまさか空中を歩いているわけでもある前にそうだそもそもありえないことばかりで現実感が全くないならばこれは 頬をつねる。ああ夢かもしれないってことかえ行くかとりあえずこれ痛くないやはりこれは夢だったかあ夢なるほど夢落ちパターンか分かってしまうとひどくつまらない夢だな私が目覚めてくれるまで時間を持て余すしかないのだからまあ確かにそうなるけどさ常って起きないんでしょう大丈夫かそれいつになったら目覚めてくれるのか まだだ目覚めないんだうわーえ何ちょっとこれもう一回箱開けてみる何がであるんだろうさっき責任があったよね責任あ現実感もないゴミ箱には空きがありますあと5個、ね、オッ OK 開けましょうこのまま進んでいけば何ができるのかあれああここは変わらないんだ電気をつけようとスイッチを探すがなかなか壁にたどり着けないおかしいそうだねあれこれはさっき見たいなやつだね でこれでひたすら移動しまくってたらさっきのエンドになったんだよな異世界じゃないかそうだねこれはお考えをかちかえないであ疑わしいのはあなるほどこれでどんどんじゃあ次暗いことこっちでいってみるかこの暗さだこれほど広範囲に広がる闇まるで世界が光を失ったようなまそうだよね普通そうだよね光を失った もしかすると光を失ったのは世界ではなく私ではないのかこの目が見えている確証などどこにもないのではないかああそっかそうだね確かに目見えないと光なんてもう感じるわけもないしねそれは真っ暗闇だななんということだまさか暗闇の原因が自分にあるなど考えてみなかった私は事故にでもあってしまったのだろうかこのような場所で眠っていたのも記憶が抜け落ちているのも その衝撃が原因だったとすれば納得できる幸い体は問題なく動くし痛みもない傷を負っているのなら視力も一時的なものであったり治る可能性があるのかもしれないただ心配なのはこんなに広く何もない場所が私の生活圏では思いつかないことでどこにいるのか全くわからないことだまあ確かになそうなんだよねそこがおかしいんだよね何なんだ それでも異世界なんて馬鹿げた妄想からすれば幾分心は軽い私のことだきっと気まぐれに小旅行でも出かけたのだろうそのうち誰かが通るようなありきたりの場所にしか行くまいえこれどうなってんだせめて異国ではないことを願うばかりだまあ確かにね目見えんとね怖いよね海外だとあまあ、ただ箱開けてみよう何がある次は責任あ光 これ失ったものは全部ゴミ箱に入ってるってことかな続き行こうどんどん、まあ、最初のここはとりあえず変わらずないってことでいいよねそうだねじゃあ移動してよしじゃあ次のやつは移動距離こっちだねさっき 250m 以上歩いてるって話したもんねこちらで行きましょう移動距離ださすがに慣れたとはいえこの暗闇では通常の歩幅よりはるかに小さいのかもしれない まっすぐ歩けていない可能性も高い闇を抜けることを焦ってばっかりいたか今度は歩行状態に集中してみようああまあ移動するしかないんだね OK 行こうそういえばずっとなかった気がする何が何がなかったの足音も足に受ける感覚も足もないってことえ手で探る、まあ、手で探ろうか手はあるんだよな 多分。足がなかったかえそんな冷静手足を失った後も以前の感覚で動いているように感じることがあるらしいがまさかこれほどまでリアルなものだったとは気づかぬままあがき続けていたらと考えるとゾッとする、まあ、そっか足なくなっても足があるように動い動いちゃうんだもんねそっかそういうのもあるのか私の身に一体何が起きたんだろうもしかして事故にでもあったんだろうか その衝撃で記憶が抜け落ちてたとすれば、辻褄を合う気はするが。己の変わり果てた姿が見えないこともあってか。今は足を失ったショックよりも、安堵の方が大きかった。これほどの怪我をしていても、生きているということは、病院に運ばれたとしか考えられず、つまり、暗闇を永遠と彷徨う恐怖から解放されたのだ。え、でもまだ一回もさ、この暗闇の中から出れてないんだよね。とにかく、 今は素直に喜ぼう。疲れのせいか安心感で気が抜けたのか、あれほど求めていた他人との会話をするのが面倒になった私は深夜に迷惑だろうなどともっともらしい理由をつけて看護師を呼ぶことはしなかった。ああ、しなかったんだ。それはよかった。そして天井と思われる暗闇を見つめながらこれからのことや大切な人のことを考えて朝を待った。 そうだよね、普通この人の大切な人とか家族とかが会いに来るはずだけどどうなんだろう来ないのかまだいや待てよく考えるとおかしいここまで暗いと夜中にトイレに行くことは難しいそんな危険な病院があるかそれに病院のベッドには看護師を呼ぶナースコールがそばにあるはず私は一体どこにいるまさかどこかで倒れたままなのか それで助かるはずがないならばなぜ光がない何も触れないもしかしてえ何え何が来るんだろうこれ手で探る行こう手のひらを合わせようとするが触れるものは何もなかった手もない足もないえどういうことどうなってんだ続けて顔胸 腹と手を運んだ。ててててに感触がが伝わらない。え、消ええ消消るる自自分身っ何どういうことだ足がないと知った時とは比べ物にならない衝撃が襲う暗闇の中は不確かな情報にあふれていて全てに疑心を抱いてしまう私は一体何を失って何が残されているというのだあ,あなんだえ何この選択肢 全然逆の話してるけどね、まあ、真ん中は中途半端だとしてえー、まあとりあえず真ん中のいくつかを失ったこちらでいきましょうか落ち着け意識があるから頭部は必ずある心臓だってあるはずだそうなると手の存在が疑わしいそしてこの異様な暗闇の原因は失明とも考えられるだが失ったのは機能だけにとどまるか 存在自体かかは全くわらない。先ほどとは違い自分の体が見えないことを恐怖を煽る手探りができず顔の形すらわからない想像が暴走するいつか見たホラー以外にいた己の儀式それを見た人たちの表情言葉大切なものたちの変化孤独恐怖絶望もう叫ばずにはいられなかった叫ぶことしかできなかった ああでも叫ぶことができたってことは一応口があるのか今の状態だといいな叫ぶことすら許されていなかった口もない私の叫び声は私の耳に届いていないまさか声までも失われていたのかいや聴力かそれとも両方確かめる術がねえんだだんだん自分が消えてってるってこと何もかもわからない 頭がおかしくなりそうだ誰か誰か助けてくれ反響欄で暴れているはずが感触はどこにも伝わらないそもそも動かせているのかもわからないそんな状態なのかマジでえどうなってるんだついには疲れ果て舌を噛み切ろうとしただがそこに痛みが走ることはなかった舌すらないってえじゃあ全部失ってないでも考えれてはいるんだよな そこが分からんね逃げ道すらもなかったかこのまま狂っていくしかないってことかあ箱を開ける目を開けるじゃあ箱見てみようか何を失った責任光現実感逃げ道を失ったってことかうわー7分の4あと3つだ行きましょうまさ、あ、しは変わらんからねとりあえずはさっきは移動するを連打したから次辺りは探るだよね確かね さらに念入りに探ってみたがやはり何もなかったあれ何もないんだ飛び跳ね鏡あらゆる方向に手を伸ばすがやはり何一つ触れるものはないえー、何もないんかよく考えるとおかしい何も触れないなんてありえないそうだね地面はどこだ私は何に乗っているそれとも浮いているのか浮遊感は感じないか。重力も感じない色も光も温度も湿度も 何も,何も感じない怖すぎるだろこれでなんか状態が怖いな世界が消えてしまった世界が消えてしまったん？世界が消えてしまった,まった,まったどういうことだ責任あ世界が消えてる本当になるほどこれで残り2つだねじゃあ行こうよし次は移動するだけになったねこちら行きましょういくらなんでも広すぎるさあ、ね、ここは同じだよね 変わらないよし次が移動距離あ移動距離だけなんだこれはさっきやったよなちょっとな何気なく太ももにやった手が空を切った慌ててその辺りをまさぐるが探し物を見つけることはできなかったえ太ももないあそっか足がないって話だもんね足がないそうだねここはさっき見たやつか同じかあいややっとここに戻ってきオッ、ね、OK じゃあ次は すべてを失った。こちらでいきましょう。そうか。私はすべてを失っていたのか。手も足も、頭も体も、この意識以外のすべてを。ならば当然。当然何当然何命もない。そういうことか。ほう、なるほど。これはじゃあ。責任もない、世界もない、光もない。 現実感もない逃げ道もない命もないゴミ箱に入れてんだもんなあなるほど OK じゃあ次ラスト1個だねいきましょうはいじゃあ最後のこの選択肢全て存在するこちらいきましょう手も足も全てが存在しているが動かせないおそらく全身に完全と言える麻痺があるのだろうそうなると唯一まともだと思っていたこの意識つまり脳機能も疑わしい麻痺だけでなく 記憶の欠如も脳の損傷が原因で、すでに認知症のような状態だとも考えられる。目覚めた闇はさまよい、この結論に至り、また眠る。そんなことを何度も繰り返しているのかもしれない。あ、逆にこれはこれで怖いな、また。体が消えていくとはまた別だな、この恐怖感は。何年も、何年も、私の知る私だけが、消えてしまった。 最後にえ最後箱を開けれたってこれしかないか行こう責任世界光現実感逃げ道命私の知る私ゴミ箱がいっぱいです空にしますかえこれ空にしたらさえっえ、うんうん、ちょっと待ってこれ待ってこれゴミ箱を空っぽにしますかはい押すと この中が全部捨てられるってかもう完全に削除になるんだよねだったら家で行こう家だよね行こうおい嘘だろおい嘘だろマジかはいしか選択肢ないじゃんなるほど、まあ、はいおすしかねえか行こう完全に削除しました地面手足声聴力重力大切なもの え待って、もいやー、これも全部捨てるってこと完全に削除されんのいい意味がないもんな。大切なものも全部、完全に削除しました。うわー、やばいやばいやばい。どんどん。どんどん捨てられていく。うわ勝手に削除されてる。うわー、やばいやばいやばいやば。どんどん消えていく。あ、意識が。ゴミ箱が溢れています。直ちに削除します。警告、7分の、なんちゃら。 一部の削除に失敗しました。再度実行します。何だこれどうしても譲れなかったこと、悔やんでも悔やんでも悔やみきれなかった過ち、あの日の自分を救ってくれた友の言葉、世界をあんなにも美しいと教えてくれた夕日、死のうと決めた夜に浮かんだあの人の涙、生半可な事情を漕いでつないだせ、連休最後の夕飯の味、完全に迫る快速でした。ごめんなさい、ありがとう、さようなら、削除します。 私が愛したすべて私が憎んだすべては私のすべて私私私がえな何これ怖削除え自分が消えたってこと消えたいと望んだえん？自分自身が消えたいって望んだ私を完全に削除しましたうわっ終わった。 今ちょっとごめんなさい皆さんにはちょっと見えなかったと思うんですけどちょっとノベルゲームコレクションの方でバッジを獲得って出て削除完了って出ましたいや怖っはいというわけで今回こちらのタイトルなしこちらのゲームやってきましたいやーこれえちょっと待ってこれさもう一回目を開けるとしたらさすがに最初からになるのかなどうなんだろうあー最初からになってるわあオッケーオッケーオッケー,んう,んーうんあ違ううんああうんそうだね同じだね同じだね スタートしちゃったわ。間違えたわ。<laughs> これは普通にスタートしてしまったっていうだけだね。はい。というわけで今回はこちらのタイトルなし。こちらのゲームやってきました。抵抗も何もなく自分がただただ消えていくっていうそれを見ていくだけの主人公をやばすぎるだろこれマジで。怖かった。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。